今頃その目を覚まして僕が消えてることを知るだろう。呼んでみたって朝の光が小さなアパート照らすだけ。そうだよ僕は別れてきたよ。二人の愛を終わりにしたのさ。汽車が走る響きの中に君の呼ぶ声が聞こえる気がした。君の呼ぶ声が聞こえる気がした。君は今頃電話をしている。心あたりをみんなかけてる。誰も知らない僕の行方は密かに一人で決めたこと。傷つきながら別れる前にこうした方がよかった二人さ。汽車が走る響きの中に君の呼ぶ声が聞こえる気がした。君の